1934年の第9回航空工学研究会議でのアボット・チャールズ・グリーリー・アボットはアメリカ合衆国の天文学者である。太陽放射の研究を行い、太陽定数の測定精度を高めた。スミソニアン協会の第5代会長を務めた。ニューハンプシャー州のウィルトンに生まれた。マサチューセッツ工科大学で物理科学を学んだ後、 天文学の経験はなかったが実験の技術を買われ1895年にサミュエル・ラングレーの助手となった。ラングレーが航空の分野で活動を始めると太陽観測の責任者となり、1906年にラングレーが没するとスミソニアン天文台の所長となり、チャールズ・ウォルコットが没した1928年から1944年まで、 スミソニアン協会の会長を務めた。会長時代には、ライト兄弟の弟オービル・ライトと面談し、ライトフライヤー号をアメリカに戻すよう要請した。その後オービルは要請を受け入れ、1948年12月17日にワシントン国立博物館でライトフライヤー号の展示が始められた。太陽放射の研究を行い、1九百九年に放射系を開発し、 太陽定数の測定精度を高めた。1910年にヘンリー・ドレーパーメダル。1915年に米国芸術科学アカデミーからランフォード賞を受賞した。ありがとうございます。